今注目のニュースを深掘りするニュースの現場、今日はこちらです。貧乏ゆすりです。これ一般的にはあまり好ましくない癖とされているんですけど、最近はですね、健康にいいということで注目されているんです。まだ10分前です。ありがとう。日々発生するニュースに追われるテレビ局の報道部、その緊迫する状況で机に向かうスタッフは、貧乏ゆすりやってます。いつでも体を動かせるようにか、それとも常に締め切りに追われているストレスなのか、貧乏ゆすりをしている人がいました。座っている時などに膝のあたりを細かく揺らし続ける動作、貧乏ゆすり。一説によると、江戸時代に貧乏な人が飢えや寒さで震える様子からできた言葉だと言われています。町の人は貧乏ゆすりをどう見ているのでしょうか。自分はしないですね。あ、しない、はい、お父さんが結構してたんで、真似したらダメみたいな、なんかまあ落ち着きがないように見られたり。私はしないです。しない、多分しないと思います。小学校ぐらいの時はしてて、でもやめなさいって言われた記憶があるから今やってないのかもしれない。なんでやめなさいって言われたんですか。あんまりいい印象がないからですかね。たまにしますよ。あ、されますか、うん、どういう時されますか。いや、イライラしてる時イライラしてる時見た目は良くないですよね。自分でも分かりますよ、それは。自分もやるけど、やっぱ他人を見てるとね、やっぱりやめろよって感じです。貧乏ゆすりについて、あまり好ましくない癖だと感じている人がほとんどでした。しかし、この貧乏ゆすり、実は貧乏ゆすりを行うと寿命さえ長くなると。そこで向かったのは、人口10万人あたりの医師数が全国2位の久留米市です。この医者の町にある久留米大学医療センターを覗いてみると、じゃあね、足の揺らす運動をね、ちょっと教えていきます、はい、なんと貧乏ゆすりを教えていました。いわゆる健康ゆすり、ジグリングで僕たちは言ってますから、その治療を今一緒にやっていってるっていうことです。貧乏ゆすりはジグリングと呼ばれています。こちらは30年以上股関節症の治療に携わり、3000例以上の手術を手掛けている久留米大学医療センターの大川教授です。大川教授は貧乏ゆすり、ジグリングを股関節痛などの治療の一つとして利用しています。この硬い骨の隙間にですね、軟骨というクッションの役目をしているやつがあります。通常動くときには痛くないんですけれども、これがすり減ってくると直接硬い骨が当たって痛みが出てくるわけです。正常な股関節は骨と骨の間の隙間に軟骨がありますが、それがすり減ると炎症が発生し、股関節の周辺に強い痛みが出ます。症状が悪化すると手術が必要になることもありますが、手術をしないでいわゆるジグリングを行った結果ですね、隙間が確認できるようになっているというところで、これは関節症として非常に大きく改善しているというふうに見えるかと思います。杖を使って歩くのがやっとだったという患者が、ジグリングを7ヶ月続けた結果、杖を外して歩けるようになったといいます。さらに久留米大学医療センターでは、股関節症の患者53人がジグリングを3ヶ月以上続けた結果、40人に大きな改善が認められたといいます。治療にも利用される貧乏ゆすりですが、健康な人でも毎日続けると驚くべき効果があるといいます。
いわゆる貧乏ゆすりを行うと足の血行が多分良くなるせいだとは思うんですけれども、寿命さえ長くなるという報告さえあります。寿命が長くなるんですか、はい、なんと貧乏ゆすりを続けると寿命が伸びるという報告もあるのです。まず長時間、座り続けていると、死亡率が結構上がってしまうというような報告もあります。でその中で足をゆするといういわゆる健康ゆすり、貧乏ゆすりですね。でこれを続けていると、まあ、その中の死亡率も減る。イギリスでおよそ1万3000人の女性を対象に行った研究では、座る時間が長いと死亡リスクが 30% 増えるという調査結果が出ています。その中で貧乏ゆすりを頻繁にした人は死亡リスクが 37% 減ったという結果が出ているのです。これは血管が多く第二の心臓と呼ばれるふくらはぎを貧乏ゆすりで動かすことで血流が良くなったことが理由だと考えられています。ではこの正しい貧乏ゆすり、ジグリングとはどのように行うのでしょうか。足をあまりこう投げ出すとか、それからあまりこう曲げすぎるというのもよくありません。もう一番理想的なのはきちんとここから90度というところですね。上半身と太ももを90度、足も90度になるように座ります。さらにかかとを2センチ程度上げます。はい、じゃあ楽な程度でかかとを動かしてください。両方いっぺんにやると結構しんどいですから、まあ、片一方で例えば、まあ5分進めたらこの次に逆の方で5分ぐらいというところでいいと思います。最初は1日に10セットが目安、10秒間につき20から30回のペースで癖になるまで取り組むことが大事だといいます。まあ、このジグリングということに関して言うと副作用考えられるものはあまりないと思います。ですから少なくともやってみて損はしないでしょうということで、ぜひまずはやってみてくださいということを進めていいと思います。あまり好ましくないと思われてきた貧乏ゆすり、今は健康ゆすりとして注目される癖となっています。はい、あの貧乏ゆすりが実は健康にいいというお話でしたけども、じゃあこの貧乏ゆすりならぬ健康ゆすりのですね、正しい方法を改めてちょっとおさらいしたいと思います。まず上半身と太ももを90度、膝も90度になるように座ります。そしてつま先をですね、床につけます。そしてかかとを2センチほど浮かせるんですね。さらに両足を小刻みに上下させていくということです。で最初は5分間1日10セットぐらいが目安だそうで、慣れてきたら1日に合計2時間以上、これをこまめに分けて行う方が効果的だということですけど、さあ堀内先生は貧乏ゆすりされますか？多分してると思います、まあ、無意識でもやってるし、多分裁判中も法廷でやってる可能性が法廷でやってますかありますよね、はい、やっぱり心休まる時間じゃないですから ね、緊迫の時間ですからね、はい、他にスタジオで貧乏ゆすりしてますよっていう人います？いやなんかあの子供松尾さんやってますか？はい、私も無意識にやってしまっていることを周りから指摘されて気づく、気づくと。やっぱ名前がね、やっぱり良くないので、うん、まあ、これからは健康ゆすりとかジグリングという考えを皆さんに知っていただいて広めたいなというふうに思うんですけど、まあ、でもね、自然と健康にいいことをされてるっていうことなんで、あの専門家の方もですね、やって損はないとおすすめしますってもうはっきり言ってます。じゃあ具体的に健康ゆすりどういう効果があるのかなんですけど、まずこれですね、これあの関節の痛みが出る股関節症の患者の股関節のレントゲン写真です。で左側の黄色い方が、まあ、健康ゆすりを行う前、そして右側が健康ゆすりを行って7ヶ月後なんですけども、あの行う前は関節の隙間がなくて硬い骨同士が当たって痛みがあったそうなんですが、まあ、7ヶ月後にはこの明らかに関節の隙間がちょっとできてますね。ということで、あの関節が滑らかに動くようになって股関節症の痛みがかなり改善されたそうです。そしてやっぱり大きかったのが、こういう治療だけじゃなくてですね、座る時間が長い人が頻繁に貧乏ゆすりをすると死亡リスクが減るという、寿命さえ長くなるという話なんですけど、出口さんどうですか、はい、このキャスター席ね、外から見えないんで、あ、そう、足元映らないです、はい、オンエア中ガタガタ動かしてもらっていいですか？いや、実
はね今私してるんですよ。してますか。はい、でもそう上半身が実は動かないんですね。わからないですね。ってそうかそうか。ということは、まあ、そのオフィスとかでもできるかなと思うけど、やっぱり見て不快に思われる方もいらっしゃると思うので、まあ、川崎さんとかね一緒にこうニュースをお伝えする方たちにこう迷惑にならない範囲で取り入れてみたいなと思います。やっぱり皆さん貧乏ゆすりもっと寛容になりたいですね。そうです。健康にいいわけですからね。さあということで、あの意識すべきポイント、改めてこの久留米大学医療センターの大川教授に聞きました。まずは毎日続けることが重要だそうです。そして健康ゆすりが癖になるくらいまで取り組むのが効果を出す鍵だと。ただしですね、こちらです、やっぱりマナーが気になる場合は修理に配慮しながら行うと。で、股関節症はあの早めの手術などが必要な場合もありますので、まずは必ずあの症状がある人は専門の整形外科医と相談をしてほしいということでした。さあここまで以上ニュースの現場でした。